第22東京連帯教育支援中隊の鹿野市長です。東日本大震災を経験して元に陸上自衛隊の活動で自衛隊に興味を持って入ります。自衛隊入って何年目ですか？4年目になりました。それで何か免許とか取りに行ったんですか？まだ大型の免許しかなくて、もしそうなったら韓国語課程に進もうかなって考えたんですけど、韓国語好きで韓国語を学びたいっていうのもあって、そのままそうなって韓国語の通訳者としてやっていければいいなと思います。わかりました。応援してます。ありがとうございます。